ごく元気な気分になれます。ふふんでしょ、はぐみのお部屋はね、元気になれるお部屋なんだ。ココロンもカオルくんもカノちゃん先輩もミーくんもみんな素敵だねって褒めてくれるんだよ。ほんと、私もここに住みたいくらい。それじゃあ今日は何して遊ぼっか。はぐみ、イブチンとおたえと遊ぶの楽しみで練習終わった後ダッシュで帰ってきたんだ。え、はぐみさん、さっきまで練習だったんですか？もしかしてお疲れなのでは？ううん、全然。試合が近いから最近練習が増えてるけど、はぐみソフトボール大好きだもん。だからとっても元気いっぱいだよ。それに練習の後3人で遊べるなんて、今日ははぐみのラッキーデーだよ。それでは今日はたくさん遊びましょうね。はぐみ、ワクワクしてきちゃった。わあ、この白クマのぬいぐるみかわいいね。寝起きのおっちゃんみたいな顔してるよ。こっちにはラッコさんもいますよ。はぐみさんのお部屋はまるでおもちゃの子みたいです。ねえはぐみ、この白クマ触ってもいい？うん、もちろん。その子は最近のお気に入りなんだ。ありがとう。そしたらお腹のあたりも。おお、すっごいもちもちしてる。なんだか白玉が食べたくなってきちゃった。そういえば確かに白玉っぽいね。はぐみ、全然気づかなかったよ。あ、ダイさん見てください、このお猿さんとっても可愛いですよ。本当だ、これ私も欲しいかも。目がクリクリしててとっても怪しい表情です。それはね、ミーくんが作ってくれたお猿の羊毛フェルトなんだ。なんと、これをミサキさんが作ってるですか？はぐみの宝物の一つなんだ。いいでしょう。うん、私もおっちゃんの羊毛フェルトがあったら宝物にしちゃうかも。私も自分で作ってみたいです。そしたらミーくんに聞いたらいいと思う。ミーくんは優しいから絶対教えてくれるよ。今から楽しみです。ダイさん、明日ミサキさんのところに行きましょう。だね、みんなで一緒に作るの楽しみ。そしたらはぐみ、2人のことを応援しちゃうね。試合が終わったらはぐみも教えてもらおうっと。はぐみは何作ろうかな。あれにしよう、コロッケ。コロッケいいね、私も作りたい。あ、そうだ、そういえば確かカバンの中にあった。え、おたえ、それは何？これは紙粘土、たまたま今日購買で買ったんだ。わあ、おたえ準備いい。はぐみは父ちゃんのじゃがいもコロッケ作ろうっと。私はカニクリームコロッケを作りたいです。私はメンチカツにしようかな。それじゃあ一緒に頑張ろう。この帰り？あ、マリナさん、発見。ここにいたんだね。ちょうどサークルに行こうとしてたんだ。なになに、どうしたの？私たちに何か用かな？二人にこれを渡したかったんです。はい、プレゼント。おっちゃんたちの人形だよ。紙粘土でできてるんだ。二人にはいつもお世話になってるから、そのお礼。そんなこと気にしなくていいのに。でもありがとう、大切にするね。手作りマーケットに参加した時に作ったんだ。たくさんの人がおっちゃんたちを可愛いって喜んでくれたんだよ。手作りマーケット？たえちゃん、手作りマーケットに参加したの？みさきとイブ、それにリサさんとカオルさんもいたよ。
リサさんのお家に集まっていろんなものを一緒に作ったんです。カオルさんも紙粘土を気に入ってくれたんだ。私とカオルさんはもう紙粘土友達だよ。自分が好きなものを他の人が好きになってくれるのって本当に嬉しいよね。わかるな。またみんなでいろんなもの作りたいな。次の手作りマーケットに向けて頑張らなくちゃ。おお、タエちゃん燃えてるね。だって本当に楽しかったから。マリナさんも参加したらわかると思います。あの楽しさはもしかしたらバンドと似てるかも。バンドと？私の好きが周りに広がってって、他の人の好きが私に流れ込んでくる感じ。なるほど。タエちゃんならではの言葉だけど、なんかすっごくわかるかも。次はどんなものを作る予定なの？次に作るのはロボット。え？ロボット？急に？ウサギのロボットだよ。ゴアのウサギが合体する合体ウサロボ。ウサロボ。なんかわからないけど、うん、いいかも。君も見たいよね。完成したら絶対に見せるね。楽しみにしてて。それじゃあバイバイ。